科学防護車は、核兵器や化学兵器が使用された状況下において、放射線や汚染状況を調査、測定する NBC 偵察車両である、82式式通信車を改め設計して、開発され、1987年に正式採用された。平成21年度までに30両以上が導入され、主に陸上自衛隊の中央特殊部規防護隊、 各手団及び旅団内の科学防護招待などに配備されている。小松製作所製造平成21年度における調達価格は約2億円。各部の密閉度を上げ空気浄化装置を装備することで乗員を外部の汚染から守り、社外の放射線の測定や毒ガスの検知が可能になっている。定員は四名であるが、操縦士と測定員二名での運用が標準と、 推測されている。測定機器として、GSM-4 ガスサンプラー、地域用占領率計算型や、携帯測定機器が搭載されている。また、車体後部にはマニピュレーターが備えられており、汚染された土壌のサンプルを採取できる。このほか気象測定装置や、汚染地域を可視化するマーカーとして、黄色三角機の透過機を備えている。 総重量が82式式通信車に比べて重くなったため最高速度は低下している。自衛用 22.7mm 重機関銃 M21 丁を車体後部に有し73式走行車や96式走輪走行車で採用されたものと同じく車内からの遠隔操作が可能で乗員を外気にさらすことなく使用できる。百九十九年に発生した 東海村 JC 王林海事故での教訓から中性死亡護板が開発され、原子力災害時など必要に応じて、車体全面に取り付けることができる。また、1999年度以降に取得した車両は、科学防護車となり、車体側面に装備していた風光センサが、気筒式になり、車体後部天井に置かれている。長らく自衛隊の車両は緊急車両として扱われる。 ことがなかったが、科学防護者は緊急車両として認められ、赤色灯、サイレンが装着されるようになった。細菌などを検知する能力はないため、生物兵器の検知には、生物偵察者が用いられる。これまでの活動は、主に第101科学防護隊と、その後ろ身である、中央特殊武器防護隊により行われている。本車両は、1995年に発生した。 オウム心理教による地下鉄サリン事件の際に初めて出動し物質特定などを行った東海村 JC 王林海事故の際も現場近くに待機したが活動は行われてはいない2011年の福島第一原子力発電所事故でも中央特殊武器防護隊所属車両が派遣されている後継車両として科学防護車と 生物偵察者を一本化して NBC 偵察能力を高めた NBC 偵察者が2010年度から調達されている。ありがとうございます。